終日17日、名古屋・近城ふ頭アリーナ各種目の準決勝、決勝が行われ、ダブルスは木原美優、長崎美優、共に木下グループ、グミが準優勝となった。準決勝ではダブルスの世界ランク4位の定位制、チェン・イーチン、リーク・ジュン、リーユー・ジュン、台湾、グミに3、11−9、1 1ス9 11から8、 ゼロで解消し決勝に進んだ決勝はシングルスで世界ランク1位の孫エイサ、孫エイサ、同4位の王芸道大芸王的中国、グミに1、10から12、11マイナス8、4の11、10から12、3で敗戦。19年の前身のグランドファイナル以来、4年ぶりの頂点に一歩届かなかった。